学校法人駿河台学園理事長山崎良子は1954年広島県で生まれ、1978年広島修道大学短期大学部商学科卒業、1998年駿台教育振興株式会社社長に就任、2004年駿台国際教育センター株式会社社長に就任、2006年駿河台学園理事長に就任、理事長業務の傍ら法政大学に入学、2014年経済学部商業学科を卒業、現在に至る。さて、この番組では3つのキーワードで進行させていただいています。山崎理事長、最初のキーワードは何でしょうか。2018年です。2018年、オリンピックは2020年ですけど、はい、この年って何か意味があるんですか。はい、2018年は、はい、私ども駿河台学園が100周年を迎えます。あ、そうなんですか。はい、山崎さんは何代目になるっていうふうに。私は3代目になります。3代目初代は山崎俊治でございまして、はい、2代目は山崎春之でございます。初代の方はどんな方だったんですか。山崎俊治は私の義理の父にあたります。はい、1878年鳥取県で生まれた山崎俊治は、現在の県立鳥取西高等学校を卒業後、東京外国語大学に進学。その後1906年28歳で渡米、アマースト大学、ハーバード大学で英文学を学び、エール大学大学院でマスター・オブ・アーツの学位を取得して1910年に帰国した。そして帰国されてからはどういうことをなさってたんですか。金瀬さんと同じ明治大学で教鞭を取っておりまして。そうですか。それでその当時ですが、大学が併設しておりました、明治高等予備校というところで受験生に英語を教えておりました。その当時の受験生のあまりに熱心で、学習意欲の強さに心打たれまして、年あるは1916年、明治49年なんですが、その年に、受験英語というものを創刊いたしました。大変古くて危ないんです。あ、本当だ。ゆっくりと。はい、そうなんです。当然ですよね。はい、なんか手袋しないといけないかなと思っちゃいますけどね。あ、すごい。ニューイヤーズバンクエットアットインペリアルパレスって書いてあるから、最初まず皇居でのね、お正月の一般参賀のお話から始まってますよ。まあ、当時これ俊治さんはですね、この本を出版なさって、これ何を伝えたいって思ってらっしゃるんでしょうね。はい、受験生にですね、はい、英語そのものの、興味を喚起しようと思ってたようでございます。その当時は外国人も少なかったですし、また英語に接する機会も少なかったんですね。ですので、そこで、受験英語という形で生きた英語、アメリカで俊治が学んでまいりましたので、はい、その生きた英語を伝えたいという思いから、その受験英語を創刊したようです。じゃあ具体的にはその英語の構文だとか書き方だとか、そうですね、いろんなことが書かれてるんですか。受験英語ではですね、リズムで一つ一つ理解させて進めていく内容ですので、受験生の間では大変好評だったようでございます。そう、ただ暗記しなさいみたいなのは ね、はい、興味湧かないですしね。はい、そういう意味でリズムで説明してもらうと、納得しながら、学んでいけると。ちょっとさっき拝見していて面白いなと、もう一つ思ったのがですね、こうしたいわゆる参考書のような存在に読者欄がついているっていうのは面白いですよね。そうですね、読者欄を通してですね、俊治は学生との心の交流を図っていたようです。学習のアドバイスとか、受験にあたっての心構えなどを掲載しまして、そして受験生を応援し続けたようでございます。もう今でいうフィードバックをちゃんとなさってたってことですよね。そうですね、はい、しておりましたね。でまた俊治はですね、はい、その時にやはり一生懸命勉強しているその学生の姿を見て、学生一人一人に愛情を持って接しなければ真の、教育はできないということで、愛情教育という提唱いたしました。その当時としてはですね、個々の学生に対して、人間性を通じて、関わっていくということは大変その教育的アプローチというのは珍しかったようでございます。教育者の鏡ですね。ありがとうございます。ちょっと恥ずかしくなってきた僕。先生、蟹瀬先生。学生の間で人気を博した受験英語が礎となり、1918年、俊治は今の駿河台学園の前身となる東京高等受験講習会を開催。
そして1927年東京高等受験講習会が発展した駿台高等予備学校を東京神田駿河台に創設した。二代目の方はどういうご関係になるんですか。はい、二代目は私の主人になります。二代目春行はですね、彼は予備校を全国展開いたしまして、その中で1970年に駿台電子計算機専門学校という形を作りまして開校いたしました。そしてその後ですね、予備校以外の分野で教育活動を広げまして、幼稚園から大学、大学院と、規模を広げてまいりました。ということはかなりビジネスセンスもおありになったっていうことでしょうかね。はい、ありましたね。やっぱり理事長としてのお仕事っていうとその経営ですから。そうですね、はい、教育熱心っていうのにプラスアルファ、そうですね、経営基盤を作んなきゃいけないというのはあるでしょうね。あの初代はですね、質の高い教育を、提供したいということで第一に考えておりまして、二代目はその質の高い教育をですね、全国の皆様に広げたいという思いで全国展開をしたようです。そしてホップステップジャンプで、はい、今山崎さんが理事長になられて、あの理事長になるっていうのは規定路線だったんでしょうか。いやいや、とんでもないです。私も大変驚いておりましてですね、はい、と言いますのは、やはりその後継者というものがですね、実は、亡くなりまして、それで私が就任することになりまして、あのよく言われるんですが、あの不安はなかったですかというふうにおっしゃるんですけれども、はいはい、私にとりましては不思議なぐらい冷静に受け止めることができまして、全くあの心配はなかったんです。それは私自身が、以前にビジネスを起業しておりまして、そしてその後にですね、駿台はやはり伝統がありますし、またあのシステムが確立しておりますので、それからまた手前味噌なんですが、優秀な、職員と、それからまた素晴らしい講師がたくさんおりましたので、私自身は経営だけに専念すればいいという思いで、本当に不安がなかったです。それ意外ですね。あ、そうですか。やっぱりね、急に後継者に指名されて、いくら働いてた経験があるって言ってもですね、まあ、でも船自体はきちんとできていて、そうなんです。航路もある程度決まっていると、そこの船長に、まあなられたという感じでしょうね。だけど船長になった場合には当然のことながら、その決まってた航路とね、また違うところへ進んでいかなきゃいけないっていうようなこともあると思うんですけども、理事長になってまずこういうことはやらなきゃいけないと、そういうことって何か終わりだったんですか。私自身は、女性目線と母親目線で、全国を視察いたしました、校舎を。あの女性ですので、雑然と物がこう積み上げてあったりとかですね、あの汚く置いてあるとですね、やはり嫌なもんですよね。耳が痛い。そういう気になります。そうですよね。ですから私はまずそこから手をつけましたのと、また私はあの大変カラフルな色が好きなものですから、予備校というイメージはどうしても暗いイメージがありましてね、ですから明るいイメージから入ろうと思いまして、ですから校舎も今は大変明るいイメージで、予備校という昔のイメージではないですね。そうなんですか、はい、壁とかそういう、そうです、はい、それからあとは建物に対してのやっぱりオーラがなければいけないというのも、オーラ、あの人間もそうですが、やはり建物からもオーラを感じなければ、やはりわっと思えるようなオーラがなければいけないっていう、面白いな、人間のオーラって分かりますけどね、例えば小泉元首相が来るとなんとなくこう、あっとこう感じるとこあるし、僕なんか吉永小百合さんが来るとあっというのは建物そのものに、ですからやはり建物から感じないと、例えば同じお店があって、どうしてこのお店だけにたくさん入るんだろうっていう、そこにはなんかオーラを感じる。うちもそうなんですが、私どもの校舎からもやはりオーラを感じないと、学生がどうしてもその校舎に行きたいと感じてくれる校舎にしたいというのが私の願いだったんです。それからあとは母親目線なんですが、私がやはり自分の子供を学校に行かせて、この学校でいいのかなと、そういう目線で見ておりました。だからそういう意味では自分がこの学校に通わせたいという、そう思える学校にしたかったんです。やはりあの受付の応対とかですね、そういったものとかですね、やはりあの対お母様があったんですから、こういったこううるさいお母様がたくさんいらっしゃるのかもしれませんが、私はこううるさいんですが、ただまあいろんなお母様方がいらっしゃって、そのニーズにできるだけ応えようという思いから、できるだけその母親目線で応えられるように。ですから職員の皆さんも大変うるさがってるとは思いますが、さあそんな山崎理事長のちょっとこううるさいご指摘を職員の皆さんはどう感じているのかお聞きしてきましたので、ぜひこちらをご覧ください。年に1回行われるという山崎の校舎視察を職員はどのように思っているのか。
全体的に硬いイメージが大変強かったと思うんですが、それによってお客様に敷居が高く感じられたりとか、そういうふうにイメージもありましたが、学園長変わられてからは、例えばカウンターとかお手洗いとか、清潔感なんかも増して、あるいはマスコットなんかも置いたり、あるいは色使いとかデザインなんかも工夫されまして、壁の色一つ白いか暗い色かというところで気持ち的にもやっぱり違うと思います。保護者の方もだんだんやっぱり若い世代に変わりつつありますので、それに見合う形で非常に我々の方も距離感としては、その敷居が高かったものがだんだん解消されて、話はしやすくなっていると思います。はい、理事長ご覧になっていかがでしたか。もう本当に恥ずかしいです。私は本当に皆さんの力のおかげで今があるというふうに思ってますので。でもすごいいいリアクションというか、いい結果ですね。そうですね、見ていただいた通り本当に明るいイメージで、もう先ほどの話ではないんですが、やはり浪人生というかですね、暗いイメージがどうしてもあるんですね。そうですよね。それを払拭したいっていうのが私の思いでしたので、とにかく居心地がいいというのが一番いいんです。だから初代の方が情熱でこれを作り上げて、そして2代目の方がやっぱりビジネスとして大きく拡大をしていった、そして今3代目になって、今度いよいよ100周年をお迎えになるということですよね。どういう展開を考えていらっしゃるんですか。そうですね、私どもは100年を迎えますので、これまでに蓄積された膨大なデータと、それから教授のノウハウ、それから一番大切な、学生さん、うちで学んでいただいた学生 OG、OB が大勢いらっしゃいます。それが財産なんです。ですから私はその財産をですね、私の代でもっともっと増やしてですね、それで次の世代にバトンタッチができれば最高だというふうに思ってます。考えたらあれですよね、100年ということは受験されたそのお子さんがお母さんやお父さんになって、子供が生まれて、そのお子さんがまたっていうケースもあるんじゃないですか。そうなんです。本当におかげさまで、親子3代でですね、私どもに通っていただいているというご家族がいらっしゃるんです。ですから私の知らないところで親子4代で、通っていただく寸大ファミリーがもしかしたらいらっしゃるかもしれません。面白いね。歴史物語ありますね。そうですね。さあ理事長、続いてのキーワードは何でしょうか。はい、寸大は予備校ではないということです。愛情教育という理念のもと、一人一人の学生と向き合い予備校を展開してきた駿河台学園。リーダー山崎涼子の次なるキーワードは、寸大は予備校ではない。その真意に迫る。